はい、どうもこんちゃす。こんちゃす。こんちゃす、アーニャです。今回なんですけど、次回のコンサートの話というかね、適当にしていきたいと思うんだけど、フジムンは去年リサイタルやったじゃん。そうです。うん。ました。また次回夏にやりたいとか言ってたのをなんとなく覚えてるんだけど。大学の、まあ、仕事とかもあるから、やっぱりね、一番やりやすいの夏。夏休み入るし、うんうん、っていうので、まあ、夏とかにできたらいいかなとは思ってて、ちょっと前までは水に関するプログラムで、それを題材にした曲とかを集めてやろうかなとか計画したりしてたんだけど、ちょっとまたブレ始めて、今はまあ来年29歳になりますから、ちょっと待ってこっちにもダメージが来るんだけど音高に行こうって決めたのがまあ14歳とかで、とうとう本格的にピアノやろうって思い始めてからの方が、これからちょっと人生長くなっていくっていうので、その節目にもなるかなっていうのも思ってて、それこそ小学生の頃とか中学生の頃だったり、まあもちろんその高校以降もそうなんだけど、お世話になった先生だったり、家族ももちろん知人友人、他にも音楽の関係者とか、そういう人たちに感謝を伝えられるようなコンサートをしたいなって思ってて。わーかっけー。まあまだね、思ってるだけで全然何も行動してないんだけどだけどなんかそういうコンサートやりたいなって思ってて、今までリサイタルとかやろうと思うと自分がとにかく弾きたい曲をよく組むから、でもちょっとこんな曲弾いてほしいなとか、ちょっとみんながこう聞きなじみのあったりとか、まあ、名曲と言われるような曲もこう挟みながら、愛好家の人とか趣味とかでやってる子とか、まあ、習い事としてやってる子供たちとか、なんかそういう人たちにも分かりやすいというか、うんうんうん、その人たちに向けたような選曲でちょっとこうラフなリサイタルみたいなのができたら、この時期だからこそやりがいがあるかなっていうのもちょっと思いつつ、おお、いいじゃん、そういう方向性でやってみたいかなっていう、ちょっと計画はしてる。本当にちょっとだけど、本当にちょっと本当にちょっと、どこでやりたいとかは考えてる。これもやっぱりね、いつもだったら会場とかいろんなこと考えるんだけど、第一に今回ちょっと大事にしたいなって思ってるのは、結構気軽に来やすい場所で、その中でももちろんピアノの状態だったり音響だったり、まあそういうところももちろん大切にはしたいんだけど、まずはちょっとそういったところを一番重点的に考えて計画できたらいいなっていう、そう、今までは結構こう専門的にこんなことを勉強してますみたいなのを全面的に出す、うんうん、リサイタルが多かったから、うん、ちょっと違う新たな企画もしたら楽しいかなとかも思いつつ、楽しそう、それこそいろんな人も呼べるようなそうそうそう、ね、普通の中学だったし、その時の友達とかも呼びやすそうだし、そういう方の客層っていうか意識してできたらいいかな。結構真逆だったから、今まで真逆っていうわけじゃないけど、もうとにかく自分のその特技とか、自分はこういうのが得意でこういう人間ですみたいなのを見せるものみたいな感じで、うんうん、だけど次はこんな曲弾いたらみんな喜んでくれるだろうな、ちょっとそういったところを意識したものをもう挑戦してみたいかなっていう。ああ、いいじゃん。ほんとちょっとだけど、まだじゃあこれから企画が、そう、いろいろ始めようかなっていう。なるほど。なんか前水に関するプログラムやりたいって時はイズルデの愛の詩とか、うん、そんな感じだったよね。そうそう、あと、まあ、船歌とか。何の船歌だろう。船歌もさ、水っていうかさ、うん、ああそうね、そういうのね題材にしてるし、エステソーの噴水とかそういう系もなんか言ってたっけ。あ、とにかくね、水に関する曲っていっぱいあるから。ケイレンとかも言ってた。そうそうそう、それも聞きたいなと思って。それもやってみたいと思うんだよね、そのテーマを持ってっていう。本当にある意味ちょっと両極端っていう、うんうん、趣旨は違うけど、何かしらの形でまたリサイタルはできたらいいなっていうふうには思って。ああ、なるほど。逆に聞きなじみのある曲っていうか、周りの人に感謝伝えるみたいな感じのプログラムだと、例えば何を弾きたいとか。ショパンの、まあ、ノクターンだったり、こう習い事とかでやるような曲とかっていうのも入れていきたいんだよね、うん、だから自分が小学生とか中学生の時に弾いたような曲、ベートーベンの悲壮とか、そういったところをちょっと攻めてやってみるとか、あとなんかバッハの曲とかでも、あ、なんかこの曲聴いたことあるなみたいな曲も意外とあったりするよね、うんうん、バッハとかも。ブゾーニが編曲してるカンタータの何とかさ、ちょっとそういうのも入れたりしたらかっこいいかなとか。あー、面白そう。思ったりはしてる。いいじゃん。なんか聞こうとしたけど忘れた
前一回オンラインコンサートだっけ、うんうんうん、でなんか絶対誰かが弾いてるみたいな感じで、あの時が結構なんか発表会とかでよく弾かれる曲みたいな感じで選んで、そうそう選んだ、あれすごい楽しかったなと思って、そうあれも本当にそのいわゆるさピアノ名曲集みたいな、うん、その楽譜に載ってるような曲をいろいろこう選んで弾いたって感じだね。あれは面白かった、なんか弾く方も面白かった。あれはだからやっぱり本当にそのお客さんの雰囲気とかコンセプトとか次第で弾きやすい曲って変わる気がする。あーそれは確かに、ちょっとこうお堅い感じのリサイタルで一曲ポンってこう有名な曲弾こうとかって思うとめちゃくちゃ正直弾きづらいんだよね。弾きづらいし緊張するし、全体的に知ってる曲だけで固めると意外とそういうのなかったりするんだよね。あの時はオンラインのコンサートだったからお客さんとか目の前にいるわけとかじゃなかったけど、そういうコンセプトでやってたらそれはそれでね意外とそういう曲弾きやすいし、本当にそのコンセプトとお客さんの求めてるものとかっていうものによって弾く方もなんか弾き方変わるなって思う。そうだよね、弾き方も変わるしプログラム構成とかも全然違くなっていくよね。そうそうそう、正直自分は身近に感じられるコンサートとかっていうのがそんなにやってきてたわけでもないし、うん、どっちかっていうともう勉強としてやってますっていうその姿を見てくださいっていうような感じでずっとコンサートって散らかって出てたから、うんうんうん、また新たな挑戦っていうのでやってみるのも面白いかなっていう、また違ったこう発見がありそうで、うん、すごい楽しそう。コンクールとか学校の試験とかでバチバチやってた時とはまた違うからこそ、なんか今そういう気分そういう気持ちで臨めるっていうのもあるのかなって、うん、そうよね、確かに私もいずれそういうのやりたいなとは思ってるけど、うん、なんかまだ時が来ないとか時が来ないとか言い訳って言われたらさあそれはそうだけどそれはもううんって言うしかないけど、両極端でやりたいかも。わかるわかる、うん、ね、それこそそうあまり知られてないけど、うん、こんなにいい曲あるんだよみたいなのを伝えるような、うん、というコンサートと、うん、はい待ってましたみんなこれ聴きたかったでしょみたいな、あーね、プログラム見てあんまり知らない人とかでもあ聴きに来たいみたいな思ってもらえるようなコンサートと両方やりたいって気持ちがある。そう両方やりたいよね、わかる、私もリソースがあれば両方やりたいんだけど、うん、いつも変な曲弾いてるって思われてるけどさ別に変な曲だけ弾きたいわけじゃないんだよって。でもこの間のリサイタルだってさ、モーツァルトのソナタとかさ、ショパンとかさ入ってたし、めちゃくちゃ変ではな、変っていうか全く知りませんっていうわけではなかったと思うけど。あそりゃよかった、だってここにはあの後半全部シマノフスキやった人いますからそうだったよね、シマノフスキの幻想曲とかさ今になってみんな弾き始めてるけど、そうそうそう、ね、最近、うん、本当にシマノフスキさコンクールとか弾いてる人多い。あー多いんだ、幻想曲も結構出てきてる。一番多いのマスクと変奏曲、変奏曲の方なんだけどすごい最近弾いてる人多い。東京音大とかでも後輩とかから学内とかのプログラム見せてもらったりしても最近、ね、すごいシマノフスキ弾いてる人多くて、それまでに弾いといてよかったなって思うそうよね、シマノフスキ多いんだ。私もそろそろ弾かないとなって。何弾く？何弾く？てかメトープを一回本番に出したい。録画で撮って終わっちゃったから。そうだよね。録画で試験が本番。しかもその演奏もそんなにうまいわけではなくて、どっかで弾きたいなーっていうのと、うん、なんかおすすめある？シマノフスキ。シマノフスキのおすすめになっちゃった。そうだよね。コンサートの企画だったけど、シマノフスキのおすすめでもまあみんな大体変奏曲、幻想曲、マスクメトープって弾くよね。そうよね。でもね意外といい曲を多いのは前奏曲。前奏曲もね意外といい曲多い。コンクールとか向けっていうものじゃないんだけど、シマノフスキの魅力は作品1だけど、うん、初期の作品だから、まあ、ショパンとかブラームスとか初期のスクリャービンとかそういうのが影響結構されてる作品なんだけど、いい曲が多い。確かに。オーパス4のエチュードとかすごい好き。4もねいい曲多いんだよね。3番だけ弾きたい一番みんな聞くやつ ね、あれはいい曲だから。確かに最近見るっちゃ見るもん。コンクールでも本当に多くなってきてる。今がピークなのかな、かもしれないね。なんか流行りっていうか、自分が弾き始めた時はもう大体自分しかいなかったからもう流行り作ってたんじゃない。ね、先駆けしちゃったかもね。もう先駆けだそんな気はする。あいつシマノフスキ弾いて1位取ってるから、シマノフスキ弾いたら1位取れるのかなみたいなそんな単純な話でもないと思うけどなみたいな
ちょっと弾いてみるかみたいな人が増えたんだろうね、うん、確かに後半全部シマヌフスキあったね。あったけど聞きやすかった逆に。全然ピアノとかさ音楽関係の人じゃない人とかも結構多く来てたんだけどそうなんだ、まあ、もちろん専門的なこととかは分からないんだけどなんとなく前半よりも後半の方がすごいなんかパワフルで面白かったって言ってくれる人とか結構多くて、だからなんかその時に全く知らない曲とか専門的に勉強してない人が聞いてもなんか伝わるものはあるんだなっていうのはちょっとその時思って、終わった後にアンケートとかで印象に残った曲なんですかみたいな書く欄があったんだけど、意外とシマヌフスキ書いてくれたお客さんが多くて、だからなんか正直もう後半はもちろん演奏会なんだけどとにかく自分のやってきたことをもう見せるっていうか、そういった時間になるんじゃないかなって思ったけど、意外と面白かったですっていう風に言ってくださる方が多くてちょっと意外だった。本当だね。人によっては難しくてちょっとわからなかったですっていうなんか意見とかが結構言われるかなって正直ちょっと思ったの。アンケートとか見た限りはそういう感じではなかった。特にマスクとかだとさ、なんかタイトルがついてるじゃん。それもなんかくっつきやすい感が、うん、イメージはきやすいのかもしれない。うんね、音楽わかんなくてもなんか文学とかそっちの方で親しんでる人とかはすごいイメージとかつかみやすそうだなと思って、うん、あったのかもしれない。だから意外な結果だったっていうか、ね、もちろん演奏もすごい良かったけど乗ってて。いや、ありがとうございます。わかんないね、本当ね。両方やりたいよね、やっぱね。両方やりたい。そう。なんだったらね、ソロ以外もやりたい。エンタンとか二台ピアノとか。ああ、いいね。今年結構ね、まあ、今年度、うん、まあ、連弾とか、今度二台ピアノのコンサートも控えてるけど、ソロじゃない本番が今年度は多くて、ちょっとしたなんか伴奏とかもやったりしてるし、うん、ソロももちろん楽しいんだけど、アンサンブルとかもいいなと、そういうコンサートもね、できたらいいなと思う。私も来年は連弾があるから。うん、いいね。楽しみ。だから大人になるにつれてなんか連弾とかで相手でいるのがすごい安心感が分かる本当に分かる。なんか正直さ高校生とか大学生の時って自分一人で弾いてる方が楽だったの。何も気を使わずっていうかもう自分の世界だけにこう没頭してできるから、伴奏とか室内楽やってる子たちとかすごいなって思ってたんだけど、うん、学生じゃなくて今ね社会人とかになってから考え方とか価値観がちょっと変わってきて、誰か一緒にいて一緒に弾くっていう安心感ってすごいあるよね。コンサートとかだとね、準備とかもあると誰かがいたら安心するし、ね、主催でもそうじゃなくても。今回のリサイタルが本当にきつくって、久しぶりにもうワンマンでやったから、ね、何から何なでもやりすぎたぐらい準備したけど、それでも準備不足だったから、ね、事務面で、うん、きつーと思って内容が濃かったからね、曲の本当に、ね、重すぎたねえ、でもね、なんかあの今回前半の曲の方がどっちかっていうと重めというか結構多かったじゃん、うん、だからなんか前半はすごいこう聞き応えがあって、一つ一つ聞き入れる感じだったけど、うんうん、後半はいい意味ですっごい爽快感って終わった。あ、本当にいい意味で、本当にもう全然なんか雰囲気とか違って、全然前半と違った空気感、確かに結構変えたかも。さーって終わったさいい意味でさって弾いたけどストラヴィンスキーのピアノソナタも本当にいい曲だったし、 あれだけのボリュームのソナタだけど全然飽きることなく、終わりの終楽章も含めて4楽章に来た時の安心感がすごかった。なんか安心感こっち安心するどころじゃなかったけど聞いてて演奏に対してのなんか安心感とかじゃなくって、お家に戻ってきたみたいな、 あ安心するみたいな。確かにそんな感じあるよね。1楽章で外出て、で2、3楽章で迷いがありつつの4楽章で家戻ってきたみたいな。確かにあの4楽章が結構救いっていうか、そんな風に組んでたからよかった。すごいストーリー性もあって演奏ももちろんだし、もう作品も素晴らしいし、いい曲だと思う。本当に本当に聴けてよかったなって、その感想を聴けてよかったな。いい曲だった本当に。いい曲だよね、聴いてよそれこそまたなんかわけわかんない曲をあんまりみんなが知ってないような、まだ知られてない曲もやってみたいと思う。いろいろ私も多分そういう曲はこれからも入れたいなって思ってるから、どんどん開拓しなきゃなって感じそうだね。いろんな曲自分自身も探していかなきゃいけないなと思うし、それをこう本番とかに出してこんな曲あるんだっていうのも知ってもらうっていうのもやっぱり演奏する上で大事な役目だと思うし、そういった方ももちろんやっていきたい。反対にみんな知ってるよ
みたいな、すごいあったかい雰囲気でできたらいいなっていうね。そういうのもやりたいなって思っちゃった。うん、うん、次のリサイタルは曲は決まってるけど、いつやるかは決まってないから。すごいね、もう曲決まって、なんか結構さ曲決めるのさ優柔不断でいろいろ組むんだけどさ、あやっぱこれやめようとかさ、これ入れてみようかな、あでもちょっとなんかコンセプトから外れてる気がする、やめようとかさ、なんかもうすごいさ曲って迷っちゃって、いつもなかなか決まらない。難しいのがなんかちょっとバランスが悪いなとか、もうちょっと足せるなみたいな時に足しすぎちゃって、どん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 重くなって、どこ削るみたいな感じになるのが、そうそうそう、で首絞めるんだよね。そうそうそう、自分の首が締まるみたいな。前半と後半のバランスとか流れとかっていうのも考え始めると、だんだんドツボにはまって悩んじゃって、さっきの方が良かったかな、でもこれだけは弾いた方が外せないなとか、いろんなこと考えていくうちに全然決まらないんだよね。あ、私の場合決めるのはさって決めるけど、うん、なんか練習して本番が近くになるにつれて、うん、このプログラムで良かったのかなってすぐ考えちゃうタイプ。本当にこれでいいのかなって、重くないかなみたいな感じで、でももう出してあるから変えられないしさ。そう、出しちゃうと変えられないからね、なかなかね。この前のも本当は愛主入れる予定じゃなかったのよ。あ、そうだったの。うん、もうバッハ弾いて、モーツァルト弾いて、ゲンプロ弾いて、で休憩挟んで、うん、モシコ弾いて、ストラヴィンスキー終わりみたいな感じだったんだけど。そうだったんだ。そう、でもなんかイズルで入れちゃった。え、あの入れて正解だったと思う。あ、本当に良かった、うん、あのイズルで前半がパキッと決まったって感じ。ああ、よかった。う、うん、もちろんゲンポロで終わるのもいいと思うんだけど、うん、なんかあのイゾルデで一区切りついたっていうから入れてよかったと思う。それはよかった、入れて出会えてよかった、もしこのイゾルデ。そうね、みんなが弾くリスト編曲じゃなくて。また変なところ出ちゃうけど。いやいや、でも大事な取り組みでしょ。本当に大事大事。リスト編も弾きたいけど。今リスト編曲やってるので僕が。え、前半の最後に入れようとしてなかったっけ、イズルで。水プログラムで。あ、そうだったかも。そうだったかも。そうだ。そこだけ覚えてんの。あ、そうだそうだ。でね、なんかね、後半の最後をね、リストのバラードの2番で締めようと思ったの。あ、そうだ。でもよく考えたらさ、調整感もさ、同じじゃん。デジャブじゃない、それこれね。近いっちゃ近いな。ちょっと近くない。最終的にハードワーで終わるじゃん。お蝶々の響きでさ、両方とも終わるからさ、前半で同じの聞かなかったっけみたいなさ、感じ。それはそれでいいと思うけどね。はい、揃えたんだみたいな。デジャブ感が逆にいい味出すけど。でも確かに同じって言われたら同じだ。ちょっとなんか似てるなって思っちゃった。本当だ。トリスタンとイズルでもね、船に乗ってうんたらかんたらってから始まるからね。そうそうそう。リストのバラードの2番もさ、海を泳いでいって、それで嵐に巻き込まれてみたいな。だからテーマもちょっと似てるし、両方いっぺんに弾くものじゃないのかもとか。あるかもしれないけど難しいな。よっぽど上手くないとさ、なんか似てるのまた出てきたみたいな。上手い人だったらしっかり対応できるかもしれないけど大変だな。リストのバラードの方もさ、最後プラスされてる楽譜あるじゃん。あるね。オリジナル版だっけ、なんだっけ、なんかさあったよね。あっち弾いて。ちょっと違う感じで。あれさ、なんかハッピーエンドで終わるよね。死んじゃったはずなのに生き返っちゃったみたいな。イズルで復活かもしんないぞ。なんかちょっとそんな雰囲気。それはそれで面白いけど。面白い。ありかも。両方聞きたいな。ね、でも本当にコンサートの企画って難しいけど楽しいし、いろいろあるよね。一番楽しい時間かもしんない。プログラム考えてんの。それはそうかも。曲決めてる時が一番楽しいかもね。ちょっとまだ迷いがっていうか、一曲目で迷ってるけど。一曲目ってさ、あんまり長い曲とかだとさ、聞く人もさ、まださ場の空気感に慣れてないでさ、いきなり長いの弾いたらさ、すごい長く感じるっていうかさ、だからってね、エチュードみたいなの弾いたらさ、こっちの方がまだ準備できてないですみたいな感じになったりとかさ、1曲目って一番神経使うかも。本当よね。曲選びで一番悩むかも。今度のリサイタルで、まあ、メインは巡礼の年1年だけど、前半でブルトキエビチの商品集みたいな感じで6曲ぐらいの弾いて、でガスパール入れてって感じだけど、ブルトキエビチの前何弾くって感じで。あ、この前スクリアビンのエチュードの8の11がいいんじゃない、うん、って言ってくれたのが、それもヒースには入れてる。その時の曲だったんだ。なるほどね。そうだね、うん、悩むね。リスト弾こうかなと思ったけど長いじゃんリストって。ちょっと短いのはあるけど。そうだね。しかも一番最初にリスト弾いて間にいろんなのが入ってきて、
最後に大元でまたリストってなると、だったら違う作曲家の方がなんか、それは思う。 3,4 分ぐらいでちっちゃいのちっちゃくていい曲みたいなのが、うん、そうだね。全体的にロマン派近現代とか、そうね、なんか うん、それこそさバッハとか入ってきちゃうとさ、一人違いませんみたいな、誰やねんってなるもんな。だからそう考えるとロマン派とか現代とかの方がってなっちゃうかな、わかんない、どうだろう。でもなんかショパンとかは違うじゃん。そう考えたらスクリャビンとかかな、やっぱり。なんかない、シマノフスキとかじゃわざわざシマノフスキ揺れようとしてるっていう。ボルトケーヴィチがさ、結構ウクライナ関係とかさあるから、ちょっとだけつながりがそう、ね、あるなって思ったりしてるけど、でも幻想曲聴いたら長いじゃん。しかも1曲目から幻想曲はやばいわ。コース料理でさ、いきなりステーキ出されたみたい。センスのないフランス料理屋だわ。前菜から始めたいかも。なんかいきなり肉厚じゃんみたいな、うんうんうん、普通に前菜出してほしい。それこそシマノフスキだけで大学院試験出たんだけど、その時の1曲目で弾いた曲がロマンティックなワルツっていう、 あ、はい、あれ弾いたんだよね。あれ何分ぐらいだっけ、4分か4分ちょっとぐらい。あ、そんなもんなの。そうだからね、あれを1曲目にしてた。でも冬見大変そうだけど。でももうメトープやった人だったら全然、いやいやいや、視力が落ちちゃってじゃないけど、視力の問題などって感じだけど。あれ1曲目にしてた。ロマンティックなワルツってオーパスいくつ。え、ちょっと待って、あれね、オーパスとかなかったっていうか。マジで無知なだけかも、もしかしたら。でも確かにオーパスで聞いたこと、あ、オーパスないね。なんかさ、そうないなかった気がする。ないやん、ほんとやん。そうなのよ。ほんとだ。どこの楽譜使った。春秋社。あ、マジか、春秋社でいいのか。全部ね、春秋社で使ってた。春秋社いいよね。他の楽譜使ってさ、メトープ読んだんだけどさ、すごいミスプリが、あ、ね、ミスプリなのか合ってるのかが分かんないみたいな音符が多くって、あとなんかね、とっつきにくいかも他の楽譜って。自分だって言ったってさ、どの曲も初めて取り組む時期っていうのがもちろんあって、なんか取り組みやすかったかも春秋社。どっちの手で弾くとかも書かれてた気がする、春秋社だと。そういうところも解説だったり。そうだよね、自分はそれがやりやすかったな。じゃあ春秋社で探そう。ロマンティックなワルツで調べたらドビュッシーとか出てきたよ。そうどっちじゃないんだよ、出てくるのドビュッシーだよね。特にシマノフスキって初期は結構ロマン派っぽい作品で、中期はさ、もうなんか独自のさ、ザ・近現代みたいなさ、もうシマノフスキの色がすごいあって、後期はさ、マズルカとか中心になってくるんだけど、またちょっとマズルカになると初期とはまた違うんだけど、聞きやすくなるんだよね。あ、このロマンティックなワルツも調整感みたいなのがプログラムとしてはすごい聞きやすい。確かにね、聞きやすい曲だし盛り上がるし。そう、盛り上がる。意外と面白い曲ね。いいかも。普通にそれだけ単独で聴いてみたいっていうのもある。探す、楽譜を買いますブラックフライデーだからそうだ買わなきゃ楽譜いっぱい。やばいやばいやばい、自分もなんか見なきゃ買わなきゃ。なんか来年の夏コンサートは一番できたらいいのは、やっぱ来年にはやりたいけど。何月とか夏って。8月。でもね、8月だとほんと早くやらないとさ、会場とかもなくなっちゃうし。そうだね、8月にできたらいいかなって。関東でね、東京の方で。沖縄で8月9月だとさ、台風来るから。ああ、そうだよね。もうね、毎回ね、8月9月とかにねやるとね、この心配が出てくるの。今年も8月にコンサートやったんだけど、台風来て直撃してて、ギリギリ通り過ぎるかなっていうタイミングだったから、なんとか開催できたんだけど、もう沖縄は台風がすごくてヒヤヒヤするな。しょっちゅう演奏会延期になったりとかしちゃう、その時期だから。8月はやるなら関東かなでもそれも気をつけてね、帰ってきて1週間後ぐらいにやった方がいい。帰ってすぐだ、本番だと台風で帰れない可能性あるから。あ、そうだ、逆にこっちからね去年コンサートあったの、夏。東京の方で9月の初めに大学の先生の文科生のコンサートがあって、そのために関東帰ってこようと思ったら台風来てて、ようやく帰れなかったの台風来てたら航空会社も違う日に帰ることとかできたから、ちょっと早めに帰ってよかったね。無事出れたんだけど、帰ってこれなくなったりするもんね。それこそ比嘉くんが今年の8月に東京でリサイトルだったけど、うんうん、その直前ぐらいに沖縄で台風来て、沖縄からの人が全然来れなくてみたいな感じで言ってた。本当にそういうことがあるから、天候は全然予測できないから、なんとも、うん、エフテルブーズ作るぐらいしかできないもんねもう本当運任せだよね、いつ来るかとかわからないから、気をつけようがない。そういう意味でも難しいな。難しい。とりあえず8月かにできたらいいかな。来年が無理なら再来年再来年
来年頑張ります。来年やりたい。じゃあ8月とりあえず楽しみにしてます。こうやって言っといたらね、動くからね。そうね、まずは言わなきゃね。言っといてよかった、うん、登録者1000人にもう聞かれてるからやるしかなくなってるよもう。絶対やらなきゃね。やばい、やります。フジムンのコンサートが2024年の8月に開催されるそうなので、皆さん楽しみにお待ちください。私は責任取りません。ちょっと本当に計画しなきゃ。じゃあやばい、手伝うけど責任は取りません。頑張ります。お互い頑張りましょう。はい、じゃあこの動画はこのぐらいで。はい、ご視聴ありがとうございました。ました。